向こうには小さな地球、あっちには眩しい太陽、今日の火星も平和だ、そしてデッシュも確保。ものすごい数のデッシュがあるじゃないですか。地下に大量にあった、わけじゃないんですよね。前回ご覧になった皆さんならわかる通り、鉱石の場所がわかるゴーグルをつけて地下を探索するもデッシュを発見できず、視聴者さんのアドバイスのもといろんな高さで探索したものの全然発見できず、それじゃあどうやって大量のデッシュを集めたかというと、これですよ皆さん。ピンチの時にいつも助けてくれたこの装置。古いですね。このまま見つからないと永遠に次の星に行けないということで、主さんの熱意のある懇願により、宇宙空島協会に火星の土をふるいにかけるとデッシュインウォットが出てくるようにしてもらいました。もうここまで来ると何でもありですね。ということでこれでようやく次のレベルのロケットを作れるというわけだ。いよいよ最後のレベルですね、主さん。名残惜しいけどこの火星とももうすぐお別れだな。一度倒された進化型クリーパーからゲットした新たなロケットの設計図。これでロケット作業台でレベル3のロケットが作れるようになりましたね。さああとは材料集めだ。これが一番面倒なんだけどね。まずデッシュインウォットを圧縮機でプレートにします。全部圧縮し終わるまでスマブラでもやって待機してようか。主さん、スマブラやってたんですね。圧縮したデッシュのプレートと、レベル2ロケットの素材の頑丈なプレートを圧縮。これで今回作るロケットのメイン素材ができます。流星鉄もここで必要ですからね。火星に隕石が落ちてくるのが幸いだったな。もうこれ以上のアップグレードはないね。全部圧縮し終わるまで待機します。ということは、スマブラですねー。ロケットの部位を作っていきましょう。ロケットフィンも新型。デッシュと合成する前の頑丈なプレートも必要な点に注意ですね。ノーズコーンもデッシュを合成した頑丈プレートを使用します。黒い頑丈プレートはだいたい半スタックぐらい必要だね。ということは、デッシュ鉱石も32個引き当てればいいわけですね。まあ主さんは地下探索を諦めて教会にすがりましたけどね。そらぎませんよ、モッドは存分に使わないとと思ってね。エンジンも基本構造は今までのロケットと変わりなし、素材がグレードアップしています。ブースターはここに来るロケットのものと一緒ですね。よし、これで素材は揃った。あとは入れるべきスロットに素材を組み込むだけ。完成。いや作っちゃったよ。このレベルのロケットを作っちゃったよ。宇宙工業で挫折して3年、待ってもう3年も経つの。時の速さを感じますねー。ていうか宇宙工業というものをリスナーさんはご存知なのだろうか。ということで毎度恒例ロケットを軽々持つバカ力からの私にご注目ください。そんなに振り回したおもちゃに見えてくるんですけど。今タンク一杯分の燃料を入れてるんだけど、より遠くの星に行くからより燃料が必要なのかな。いやそんなことなかったわ。レベル2のロケットと量は変わらないですね。それじゃあアイテム類を回収していくか。この瞬間、ちょっと名残惜しくなっちゃうんだよね。この星でも活躍してくれた酸素系機械たち。君たちがいなかったら私は今頃宇宙の塵となっていたでしょう。他にも出会いがあったな。火星に来てトラブル頻発していた時、主さんの癒し要素となった芋虫系エイリアンたち。進化型クリーパー戦で粉々になってしまった。あれは完全に私がボスを舐めていたからだ。彼らも一緒に連れて行って新たな景色を見せてあげたかったなぁ。さあ行きましょう。最後のレベルの星に。ありがとう私の第二のふるさと、火星。そして芋虫系エイリアンのみんな、平和に暮らせよー。で本当の種族名は何なんだろうね。僕ら見た目で勝手に命名しましたけど絶対違いますよね。あっ栽培したジャガイモ取ってくるの忘れた。それが主さんの生き抜いた証になってますよ。おーおーいいこと言うじゃないかペル君。さあ主さん最終レベルは金星と小惑星です。お、二つの星に行けるのか。どっちから行っても問題はないんだよね。そうですね。どちらを選択するかは主さん次第ですね。それじゃあまずは金星に行こうか。もしかしたら黄金の星だったりしてな。あんまり期待しない方がいいですよ。ほわー。待っていきなり雷鳴ってるじゃん。そして黄色の雨が降ってるし。さあ着きますよ主さん。ここが金星か。私が思ってた色とは全然違うな。周りを見渡す程度にしてヤバそうだったらすぐ小惑星に行っちゃいたいんだけどな。まず黄色い雨は何なのよこれ。どんな成分の雨なのかはわかんないですけど、主さんにいい影響を与えないということは間違いないでしょう。そらそうでしょうね。いやちょっと待って、ここも熱保護が必要なのかよ。え、でも待って私火星にいる時も熱保護の装備着てたよ。そして今も着てるんだけど、うわちょっと待って私吐き気してきたわ。おろろ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 
ん。いやちょっとこの星危険すぎるわ、早く脱出したい。火星にいる時に予備の燃料を入れたから、あとはロケットに燃料を入れるだけでオッケー。用意周到ですね私。燃料を給油機に入れて。あーそっか、火力発電して電気を共有しなきゃ。これだと向きが合ってないですね。この向きを考えないといけないのがちょっとネックだよね。電気供給の面がロケットの方に向いちゃってるな。あ、ちょっと待って、私やらかしたか。やらかしたわ。さっき入れた燃料が、一度壊してしまったことによって、見事に消失してますね。ということは、まず原油を作って石油精製機で燃料にしないといけないのか。いや石油精製時間かかるんだよあれ。それで、まず無限水源を作らないといけないのか。水が入ったバケツが2つあるでしょうか。待って、こんなの予期してなかったから、もしかしたらないかもしれんぞ。どうでしたか主さん。なーい。ちなみにこの環境の熱保護を有効にするにはこの強化版の布が必要みたいです。火星で使用した熱保護の布にデッシュインウォットを掛け合わせるとできるみたいですね。そんなことは今どうでもいいんだ。水をあといっぱい作らないと次の星に行けない。いや待て、焦るんじゃない、セブン冷静に。防具なくなってるんですけど。どういうことだー。あの黄色い雨が原因ですよきっと。あの雨酸性雨だったんですよ。溶けるじゃねえか。いや待て、そんなことより水を作るんだ私。この問題を後回しにしていいんでしょうか。よっしゃ、水もういっぱい確保。空島からここまで来た私を舐めるんじゃないぞ。絶対に最後の小惑星に行ってやるんだからな。主さん最後の執念を見せています。いろいろ予期せず事態があったが、なんとか燃料補給は整った。さあ最後の星に行こうじゃないか。さようなら金星。ごめん、何の思い入れもなかったわ。景色が一変して、ザ・宇宙って感じのところに来たな。今までとはジャンルが違う星に来ましたからね。小惑星、到着。やりましたね主さん。今行ける太陽系の星、全制覇です。失踪しなかったぞみんなー。ということでこれではっきりわかったな。空島から宇宙制覇は可能。これで私の大いなる目標を達成できたので、もうやり残したことはないんだけど、せっかくだし小惑星を探索してみるか。うっぱい、まだかつてないほどのふわふわ感だな。油断したら重力がなくなって宇宙に放り出されそうだぞ。実際に行く場所を間違えたら本当に帰ってこれなくなりますよ。あそこのちっちゃい島に向かって飛んでみようか。っていうか小惑星って島が点々としている感じなんだな。実質空島なんじゃないかこれ。まさに究極の空島ですね。手主さん大丈夫ですか、向こうの島に届きそうですか。ベル君ちょっと私ヤバいかもしれない。いやいやいや主さん全然届いてないですよ。ちょっと待って、私宇宙に放り出されたくないんだけど。ということでここまで見てくれたみんなありがとう。無事ここまでたどり着くことができました。今の状況は全然無事じゃないんだけど。さあ次はどんなシリーズが来るでしょうね。次のシリーズでやってほしいモッドやデータパックがあったらどんどんコメント欄に書いてくださいね。さーて。もう帰る場所がないんですけど。